皆さんおはようございます。北原理恵です。今日はついにやってきました、競輪グランプリ。ありがとうございます。今日はもうついにこの1年に一度の大勝負、競輪グランプリということで、今年ももう私参加するのは4回目かなになりますので、ぜひとも絶対当てたいと思います。で、実はですね、今年の競輪グランプリはもう私も長いこと競輪のお仕事携わらせていただいて、推しができましてですね、今年のグランプリはなんと推しの選手が2人も出場するんです。私が推しているのがこの6番山口健也選手と2番佐藤慎太郎選手なんですけど、やっぱこの推しの車券はやっぱり買わないといけない、推しにはお金を落とさないといけないということで、まあ、その2人の2車単とかで、あと私いつも毎年こういう大きいレースは誕生日車券を買うんですけど、なんと今年の私の誕生日624、推しが2人入っているのと、あと結構私的に推し関係なく本命の増木選手が4ということで、これも624の誕生日車券が買いなんですよ。なのでちょっとそちらを中心に何枚か買って、今年こそ大勝利を収めたいと思います。立川グランプリは一番人気。じゃあ買いに行きます。ドキドキ。マスターの取り出す発行ボタンを押してください。買いました。全部でいくらくらいいったかな、2万ちょっと分くらい。これ推し2人の2車単と、あと推しの山口健也選手1着の6前前、そして誕生日車券と、ヒデさんの誕生日車券と、あとこれはガチ予想をして、ちょっと今回は松浦選手が清水選手の番手で有利かなと思ったので、と増木選手のガチ予想車券です。こちらで勝負挑みたいと思います。松浦選手でした。すげえ。354あります。え、4来てない。マジですか。2枚ある。やったー、やったー。支払い決算ボタンを押してください。お金を数えています。4万2千円になりました。イエーイ、ありがとうございました。お金を続きまして、というわけで初の競輪グランプリ勝ちということで、とてもいい1年でした。来年もどうぞよろしくお願いします。良いお年を。おめでとうございます。